節度を持って飲めないのは飲むな。こんにちは、ゆうです。今日はあのれいちゃんがいないんですけども、久々のモニタリングをやっていきたいと思います。何かというと、今付き合ってもうすぐ5年になるんですけど、付き合った当初結構ね、私泥酔するまで飲んでることが多くて、その時泥酔してるとれいちゃんに、なんか怒られるみたいなことがよくあったの。本当に付き合っててね。で、今だったらそれどういう風に変わるのかっていう、リアクションを取りたいと思います。なので泥酔モニタリングです。私は一口でね、一口じゃなくて一缶で結構いっぱい、もう赤くなります。そこから結構いい波に乗れるので、長く飲めるようになってるんですよね。最近めっちゃ飲んでるんで、顧問たちと飲んだ時に缶をね持ってきたんですよ。ハイボールとかレモンサワーとか。友達と今日遊びに行くって言ってたんで、ご機嫌だと思います。帰ってきて乾杯。なんであんなにお酒飲んでる時私怒られてたんだろう。立てなくなって帰れなくなったっていうことはありました。これとプラスチークで赤くしていきます。イエイエイ。ちょっとだいぶいい感じに仕上がりました。普通に酔いました。これでいいかな。時間が経ちました。いーちゃんはいつ帰ってくるでしょうか。もう作ってただいま。おかえり。飲めないぐらい飲んだんですか。
た。はい、いいよ、いっぱい飲んで。よいしょ。大丈夫？大丈夫じゃない。大丈夫け？大丈夫じゃない。決起会張り切りすぎた一人で。あー、怖いよね。一人でやるもんじゃないよね、そういうの。バカやね、あんね、バカやね、あんね、あの人ね。みんな。ねえ、これ最近めっちゃよくあるんだけどさ、なんかさ、酔っ払いすぎるとさ、本当にさ、トイレになっちゃうみたいで、だからずっとなんかもう死んでるんですか？なっちゃうんだなぁ。ジュは？え、大丈夫？チューして、チュー、お願いして、チューしてくださいって。ほら、お願いしろや。チューしてくだせ。お腹すいたって何？どういうこと？なんでお腹すいてるの？お腹すいてるみたいな。さっき終わった話で終わってないよ。なんか食べたいなと思ったこの時間からけど、なんか言うんだったらいらない。いらなくないでしょうよ。欲しいから言ってでしょ。今時間ください。素直になりなよ。時間ください。頼みます。何くれるの？うどんぐらいしか作るものがない。何で生き残ってんの？え？何で生き残ってんの？しんどいなっつってんだじゃん。本当は飲んだんでしょ、自分で。節度を持って飲みなさいよ、節度を持って。飲めないなら飲むな。登場するな、金送り。飲む、飲む。食いすぎでしょ？よくないよ。自覚して。でも別にいつも。お風呂入れんの今日？まだ入れん。明日早いでしょ。もう入らないといけないじゃん。やだよ。なんで？いや、もうお風呂入る？何を？お風呂に？そこまでなるほど飲んでダメでしょうよ。謝って。久しぶりのモニタリングをしてみました。なんだって？なんか何これ？何これ？ふざけんな。いや、なんかね、酔っ払った時のなんかまあ検証というか泥酔検証みたいな感じだったの。いや、5年目にしてどうだったか。なんか私なんでさ、ちなみにさ、私さ、いや、ちなみに、違う、昔めっちゃ怒られてた記憶あんの。いや、昔は怒ってたよ。何も逃げないわね。そりゃダメだよ、もう。あ、まあ、そりゃ大丈夫よね。いや、なんかあの量を飲むの頭おかしいなって思った、普通に。一人でしかも、びっくりしたわ。そういう時も多分みんなあるんじゃない？そう。でもマジで吐くんじゃないかってめっちゃ思ってた。今、だからソファで吐くんじゃないかって思ってたから、一刻も早くソファーからどけなければと思ってた。それはやばい。じゃあ嘘だったってことだから別にうどん作んなくていいの？